やべ、めっちゃ顔映ってんじゃん、はず。あ、ダメダメ、ちょっと貞子みたいになってるんで、ちょっと今やばいやばい。これイメージは最初のこのちょっとオリエンタリティー溢れるというか、こういう感じのところのメロディーのところは多分きっと王城の何かこう最初の場で行われているなんかこうすごく賑やかなパーティーの踊り子たち、最高の踊り子たちが一人一人で踊ってて、でそれをこう見ている貴族王族たちに変わると。でね、バルツァっていう人間はめちゃくちゃ、ね、でっかーって走ってくるんだけどね、めちゃくちゃ偉い人なのよ、国の中で一番偉い人なんだけど、でも血筋が王族じゃないからゆえの、あの一般王族たちにあのキャ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 って笑われるっていうね。っていうそのなんかちょっと複雑な人間関係をもうダンスだけで描きましょうよっていう私のあれですよ。これはもう心意気ですよ。もうこの作品のドア玉をこれで始めるっていうのはもう僕らのなんて言うんですか、覚悟ですかね、みたいな感じでした。はい、なんかね今回すごくそのなんだろう、アンサンブル、いわゆる、僕はアンサンブルという言葉が大好きであり大嫌いであり、なんですけど、それは何でかっていうと、なんかその特にね、あの商業演劇の世界でアンサンブルさんっていうとその他大勢の皆さんって、指すことがごく稀にあります、実際問題、それがね僕はすごく嫌で、僕は誰一人としてその人の人生を共に背負えないやつと舞台を共にしたくないっていう考えなんですよ。でアンサンブルって元々の意味で考えると共に奏でるとか土台を作るとかそういう意味だから、やっぱりその世界の根幹をなす人たちなんだろうなって僕は思うんですよね、そのアンサンブルっていう言葉の元来の意味を考えると。だからその役名がある役、まあみんなもちろん役名はあるんだけど、そうなんだろう、その一役を通して2時間一役でやる人たちと、それから、まあ今回においてはだけど変わる変わるいろんな役をやっていただく、まあ、精霊というポジションでしたけど、という人たちと、まあ確かにパートは分かれるかもしれない、でも各部門のプロフェッショナルなんだっていう、アンサンブルっていうのはアンサンブルのプロフェッショナルなんだっていう誇りと覚悟と思いを持って僕はアンサンブルと呼びたいし、そしてそのアンサンブルさんたちはその思いを持って子であってほしいという僕の思いをこの作品には詰め込みました。だからアンサンブルがいなければこの作品は成立絶対しないし、そしてそれを彼らは僕は 何故今回即興音楽舞踏劇って言ったかっていうところの一つでもあるんですけど、舞踏、いわゆる踊りなんですよ。彼らの体っていうものはすごく特殊な体をしているんですよ。たった 0. 数秒で俳優には到底及ばないスピード感で役を演じられるんですよ、肉体で。それって本当のプロなんですよね。だからその本当のプロが本気を出したものっていうものをぜひね皆さんに見ていただきたかったっていうところもあり、それは僕のエゴですけどね、アンサンブルってすげえだろって、どうだって、今までこんなアンサンブル見たことあるかって、どうだって僕は胸を張ってね言いたいですよ。あのそれをするために何をしたかっていうのは、まずやっぱり音を削りました、セリフを喋らない、はい、そして俳優隊とダンス隊というふうに呼んでおりましたけど、基本的にアンサンブルの皆さんはダンス隊、何かを形容したダンスの体でいる、ストップモーションでもいいし動いてもいいし緩やかなムービングでもいいけれども、ダンス隊であるか俳優隊であるか、アンサンブルの皆さんは僕はダンス隊であってくださいっていうことを お願いしました。その上で自由である、個である、これ難しいんですけれども、要は踊って表現できるその場その世界にそぐその世界を形容できるものであるならば、
僕はいついかなる時でも踊っていいという大きな大きな許可を出しまして、はい、なので、皆さんが振り付けではなく自由踊り舞いストップしている時のこの今奴隷がいて、まあ、救助たちがいてっていうシーンですけど、この奴隷っていう風にきっと皆さんには見えてるでしょう。ただ誰も一言も指を指してこいつらは奴隷とは言っておりません。救助に関してもそうです。この子たちは救助ですなんて言ったことは一言もございません。ただ見た目だけでそれを表現する、こんなに素晴らしい仕事があるかと、そういうことなんです。ちょっと待って、なんかあのこの後 M2 の話をしたいんだけど、ちょっと僕がお酒を作るからちょっと待ってよ。まさにそのお約束をいただきたい。では貴様は下船の卑しい連中のことが今なんかね、ゲルギウスっていうキャラクターと、まあ、バルタっていうキャラクターは、まあ、特に今回のこの即興音楽舞踏劇というものにおいて重要なパーソンになっているんですけれど、それって何かっていうと、多分その作品の舵を取ってるんですよね。まずはこの市場というもので、なので、ゲルギウスがどうであるか、バルタがどうであるか、そのことによって波及してダンサーたち、そのダンサーではなく精霊たち、俳優たち、アンサンブルたちが、どういうふうに、作品を構築するのか、そしてここから始まる M2 という歌、この歌がどうであるのか、そしてこれはピアニストの原さんの即興でもあり、僕と原さん、そして精霊たちみんなの水の萌えでやっております。全てが即興、歌詞も即興だし音楽も即興だし踊りも即興だし、全てが即興で、これはみんなに見てもらってます。役者もみんなにで、今日の作品の方向性をなんとなくみんなで見定めるというか、ことによって、何公演やっても新しい、そして、別の新たな物語になっていくという、なのでこのゲルギウスとバルタの関係で言えば、例えばただの主従関係の日もあれば、公演の時もあれば、例えば本当にジーヤと孫みたいな関係の時もあれば、例えば本当に悪辣非道なやつと悪辣非道なやつの頭脳のバトルの時もあれば、物語は変わるんですよ、演じ方だけで。っていうその即興性の面白さもやっぱりなんかこうお客さんと共に楽しみたかったなっていう。なのでまあ、そしてまあこれをやっぱり即興音楽舞踏劇なんぞや新ジャンルです、何それって言ってる以上、脚本家演出家である、そして俳優と出演している自分が、それはつまりこういうことだっていうことをここで何ぞやって絶対見るはずだから、お客さんは。だからこれは本当にすごく怖いことだったけれど、マジでその覚悟を持って、本当に即興でいこうっていう、僕が一番そのなんだろう、怖さ恐怖を背負ってでも無手で行く、即興で行くっていうところを、その無様さも含めてお客さんに見せることがこの作品の、まあ、スタート、幕開けとしてはふさわしいのではないかという、そんな演出家のエゴで始まった物語でございます。はい、
はね、このメロディーはね、楽譜は残ってるんですけど、幻の M3 っていうのがありました。エウリリケがね、この結婚に対するそのなんかドキドキきらめきみたいなのを歌うっていうシーンが実はあったんですけど、まあまあまあ、いろいろあり今のこの形になったんですが、まあね、王宮のちょっとこうトゲトゲしい感じからこう豊かな感じにね、ただ少しちょっと田舎臭いというかね、こんなシーンに変わるんですけど、まあ、これも本当にピアノ一つ、そして体一つ、舞台セットは一個もいじらない、これはもう信念というか、もう誇りというか、なんというか、マンパワーを使うからこその無限の宇宙をみんなに見せたかったなっていうことですね。あ、これコメントこうやって見れるんだ。まあでもこんな言われ、めっちゃコメントしてもらっても全部読めないよ。まあいっか、ね、今日は僕が喋ってるだけなの。ここはね、ちょっとまあこのアーカイブに残さないあれだから言っちゃいますけど、サブテキストとしてはちょっと気持ち悪くしたかったんですよね、この結婚式を。僕結婚です、いや、この音言っていいのかな、ダメか、これはダメか、ごめん、ちょっとごめん。でもね、なんだかすごくそのみんなのこうであらなければいけないっていう方、それは結婚する当人たちもそうだし、親もそうだし、友人たちもそうだし、祝福する人たち、そして祝福しない人たちがいても、その全ての人たちが何か一つの型を目指しているみたいな、なんか僕はその気持ち悪さを感じていて、なんだろう、僕はゾッとするんですよね、結婚式の二次会とか。こんなこと言っていいのかな、ダメだよね。なんかだからこそのその妙な明るさ、妙な楽しさ、妙な浮かれ具合みたいなものを表現したくて、あのふざけた踊りをね、本当に本当にね、もう今や大振り付け家になった七子氏にね、妙な踊りをつけてくれと言ってね、つけてもらいましたけど、ね、あそこでなんとなく違和感をもし感じる人がいるんだとすれば、その人はもう最後までこの物語を楽しめますっていう感じですっていう、僕のなんというかちょっとしたこうなんていうんですかね、小出しにしたまあまあプレゼントと言いますか、なんというか、はい、まあ、この辺りが味わってるんですよね、その複雑なその何て言うんでしょう、人間関係というか、表と裏ってなんだ、果たして仮面と本心、そんなものってあって当たり前だし、何なの。エリリケね、千秋楽のエリリケはね、なかなか良かったですよ。彼女初舞台でね、今回オーディションに選んだんですけども、なかなか強情な、まあまあいい女優ですけどね、面白いと思いますよ、やっぱりエゴっていうものがないとね、人間は、人間はというかやっぱりエゴがなければカリスマではな、は生まれないですから、うん、そのエゴというものをねちゃんと持っている子であったから、まあ成長をね見守りつつっていう感じではありましたが、まあまあまだまだ拙い彼女でありますが、きっと今後ね素晴らしい女優になっていくと思いますんでね、応援してあげてくださったらなと思いますけれども、
なんかやっぱりこの演劇シリーズって僕のその立ち上げたものではあるんですけど、なんか特別な場所でその単純な脚本家でもないし、単純な演出家でもないし、単純な俳優でもないし、そして出てもらう俳優やスタッフに関しても単純な関係ではないし、全てがやっぱり複雑な、そのでも奇跡のような人間関係のもとに成り立っていて、それをすごく如実に感じる場なんですよ。でだからこそ演出家として、作家として、そしてまた一俳優として共演者に、そして俳優に伝えられることっていくらでもあるんですよね。だから毎公演毎公演、普通の作品だったら演出家が毎日いるなんてことはないからないんですけど、でも毎日入れるから、だからできるその作品のうねらせ方、作品の方向性のねじ曲げ方、そして勇気の持ち方、みんなで一緒にせーので、あの赤信号みんなで渡りは怖くないって、あのダメな言葉だけど、ダメな言葉だけどでも俳優というか痛み出す人間としてはやっぱりそれはやっぱり あってしかるべきだなと思うというか、みんなで一歩クレイジーに行こうぜって、その舵取りができるのはやっぱり演出家としてもう最後まで一緒にみんなと板の上に立てたっていうこと、だからそれはすごく、そうですね、なんかそういうことができるのってやっぱりこの演劇っていう場所、ただ一つ、本当唯一の本当に僕のホームみたいな場所だから、だからそこに招くこの新人女優さんもそうだし、家はみたいないろんな場所でいろんなトップクリエイターと研鑽を積んだ人とタッグを組むこともそうだし、いろんなことを含めてやっぱり僕の船だからっていう、船っていう言い方はねするとあれだけど、なんか、僕は心のそのありようそのままだから、だから彼女が例えばなんだろう、初日で下手こいた、10日目でなかなか成長した、20日目でなぜか落ち込んじゃった、でも千秋楽に向けて頑張っていった、その過程も含めて、それも含めて僕だからっていう、なんだろう、彼女の素敵なところも僕が引き出した素敵なところだって誇りたいし、もしじゃあ例えば何か、まあ彼女じゃないよ別に、そのなんか例えばピアノで、春さんがミスったとか、例えば翔ちゃんが、なんかあんま良くねえ芝居した、もう分かんない、でも全部ひっくるめて悪いところもいいところも全部僕そのものだから、なんかもしねこの作品を見た上で、嫌いだなと思ったりとか、しんどいなとか、うざいなとか、嫌だなとか、いろんな負の感情受け取っていただいて全然問題ないと思いますし、それを僕は否定するつもりも全くないし、それを思わせてしまったことに関して僕は申し訳ないって謝ることしかできないけれども、でもごめんなさい、これが僕ですっていう、そんな思いで一歩踏み出したところで、あった作品なので、まあ、僕は生涯優秀なので、まあそれがね、あとたとえ100年生きようと1000年生きようと明日死のうと、この作品を誇る気持ちは生涯忘れないだろうなと思います。レオにね、いい俳優ですよ、キズはね、最初はね、こいつもね、もうダメどころかどうしたみたいな芝居をねしててね、大丈夫かななんていうふうに思ったんですけど、いろいろ試練を与えまして、でも、ね、彼のねすごい良かったところっていうか、僕がバーバーってガーってすごい言って、いやそうじゃないそうじゃないそうじゃないってすごい傾向が白熱した日があって、でその時にいろんなことをダーンって伝えた時に、もうポカーンって、もう僕今もう真っ白ですっていう顔をしながら一言、彼が俺もう何すればいいか分かんないっすって言ったの
それがもうたまらなくってさ、僕はああって正直な人間だなと、すごく好きだった。なんだろう、僕に持ってない明るさを持っている、僕にない太陽を持っている、すごく素直な子だなと思ったから、だからもう本当にゆっくりゆっくり切実に丁寧に、僕はレオニダスに思うこと、そしてキズ君に思うこと、そしてこの作品に思うこと、舞台に思うこと、人生に対して思うこと、死に対して思うこと、生きることに対して思うこと、いろんなことをまっすぐに伝えて、全部受け取ってほしいとは思わないけど、ただ伝えたいって言っていろんな話をして、そしたらある日彼がバーゴーンってめちゃくちゃいい芝居よね、しまして、感動して僕はもう泣いたんですけど、その時に生まれたこのレオニダスのこの卑屈なキャラクターっていうのはね、僕はこの全然想像してなかった方向性だったけれども、これは素晴らしいワンアイデアだなと思ったし、到底思いつかない、すごいアイデアだったと思う。そしてそのなんだろう、いろんなものを捨て去る、なんだろう、カッコつけることも、いやでも本当はなんですよ、だからカッコつけることもなんか恥ずかしいと思うことも、そんなことも全部捨て去った先にある表現をやってるやつが一番かっこいいんですよ。なんか僕はねそう思うんですけど、なんかその姿をこのレオニダス、奴隷の時のレオニダスっていうのはまさに体現してる。一番ダサい服を着て、一番ダサいセリフを言って、一番ダサい顔をお客さんに見てもらう、これこそ俳優の醍醐味であり、そして喜びでありっていうことを、僕はね、キズ君がこの現場で知ってくれたんだとしたら、まあすごく本望だなというか、僕が生きた意味はあったと思う、彼にそれを伝えられたんだとしたら、と思うぐらい、多分もう、いや本当に多分彼は、いや舞台映像に限らず今後間違いなく出てくる俳優ですからね、ぜひ注目してあげたいな、あげていてほしいなと僕も純粋に思いますけど、はい、はい、ちょっとまたお酒作りタイムがやってまいります。よいしょ。お酒はね、ちなみに今日はあれです、東京千秋楽の日に僕の大好きな大好きなチキンをいかに食うかっていうところが結構作品の方向性に関わるんですよ。上品に食うのか、それとももぐもぐバクバク食うのか、ね、それとも食わないのか、なんかそんなことも含めてね、なんか作品の方向性を担うチキンでしたよ。そしてこのチキンの骨をどうするのか、千秋楽の日はバルサがははーって言って受け取ったんですけどね、これがまさかの伏線になるっていうね、気づいた方がいるかどうかは分かりませんけれども、後半にね、全く同じような形になるシーンがありました。それがチキンの骨なのか、それとも違う何かなのかっていうね、はい、ここで僕がね、こだわった、こだわりにこだわり抜いたシーンがやってまいりました。バレエで全てを表現する3ヶ月を表現したかったんです、僕は。回想シーンですね。レオニダスという卑屈な奴隷の人間が、今まで30年間ただただ奴隷として生きてきた人間が王宮という場所にやってきて、果たしてどういう風に変わっていくのか、どんな風に成長してというか、成長と言っていいのかわからないけれども、そのなんだろう、人間社会を、そして、勉学を、そしてなんか道徳をどんな風に学んで、だから赤ちゃんが大人になっていくみたいなことなんですよ。
なんかそれを僕は言葉でもなく、うん、歌でもなく、ただただやっぱり踊りで表現したかったんですよね、うん、踊りとピアノ、うん、そう、これはやっぱりなんかすごくこだわっていて、だから最後の最後までずっと本当に初日開けるまで本当に固まらなかったシーンではあったんですけど、でもやっぱりキズッチのねピュアさに助けられたシーンでもあり、でも本当に何でしょう、テオがアザリの丘を持って話すシーンとこのレオニダスの王宮での成長のシーン、この2つに関しては僕はこの作品の中の本当にトップいくつに入る本当にあげたい好きなシーンに結果的にねなりましたね。キズッチはねバレエ全然できなかったの、バッカみたいに踊り下手で何にもできねえの1ヶ月半前ぐらいからバレエのレッスン始めたんだけど、最初はもう体も硬いし言い訳ばっかするし、俺体硬いんでとか踊り下手なんでとか、うるせえっつって、お前やれっつって、俳優なんだろっつってバカっつってバキバキに頑張らせましたよ。これはもう、いや、やってることは、まあ、言ったらですよ、バレエを始めたばっかりの5歳の女の子が、始めて半年で、はい、初めましての発表会でやりますぐらいのレベルのことしかやってないんだよ。やってないんだけど、でもそれを本気でやれと。どんな風に踊りが上手いだの下手なの、そんなことは関係ない。お前が今できる最高潮だよ。トップオブトップの表現を全身全霊、指先から頭のもうてっぺんから足のつま先まで全部通してできることを全力でやるんだよっていう、そんな話をねしましたけど、その結果でもああいうシーンになって、あれはでもすごく、なんだろう、あの卑屈な奴隷だったレオニダスが人となっていくという姿はすごく表現できていたと思うし、それはキズッチのそのピュアさ、そして僕のそのともすれば今の時代あまりそぐわないそぐわない恫喝をねちゃんと受け入れてくれたこの彼の心の広さと、もうそれにつきますよ、はい、いやこのシーンもいいですよね。もうただ人の配置が変わってるだけで裁判所に見えるじゃないですか。はい、ここは裁判所ですなんて誰も一言も言ってないんです。すごくないですか。でも全員が全員、お客さんがもうこの瞬間にはこの場所は裁判所に見えてたんですよ。絶対すごくないですかそれって。いやこれはね気持ちよかったっすね。このシーン頑張った時はね、あの王宮のシーンからこの裁判所のシーン、本当にいわゆるノンバーバルっていうものに挑みたかったんですよ。あのもちろんノンバーバル芝居っていうのは作りたいんですよ。あの2時間1本ノンバーバルっていうのもありだなと思ってるんですけど、でもまあいきなりねそれをやってもっていうところもあり、ただなんか僕のその理想とするその演劇とか芸術とかっていうところの中にノンバーバルっていうのはやっぱり避けて通れない道だっていうふうに思ってて、だから3ヶ月をノンバーバルで表現する、そしてその3ヶ月の後何が起こってどういうふうになってどういう場所になる、そしてそれがその回想シーンの手前とどんなふうにつながるのか、この一連をセリフを一言も使わずに表現したかった。僕はすいません手前味噌ですけどできたと思いました。このこれが成立するんだったら僕はいくらでもノンバーバルで戦えると思ったし、
今後ねそういう芝居も作りたいなっていうふうに本当に思いましたよ心から。あのノンバーバルでも戦いたいって。後に出てくるあのリフトのねアザリの丘っていうものがどういうものなのかっていうのがなんとなくいびつでしょっていうね。うまくやってるのかなって僕も思いますよ。毎日うまくやれてるのかなって素晴らしいセリフだと思うんですよ。多かれ少なかれみんな不安を抱えていて、それでも不安を抱えたままでも心を傷を負っていても、それでも楽しく暮らすことができる、きっと僕はすごく思う。だってそうでないと人なんて生きていけないんだから。でもそこに疑問を抱いてしまうとさ、そこに疑問を抱いてしまうとさ、ダメなんだよ本当は。ダメなんだけど僕は過去をやっぱりそこに疑問を抱いてしまったんだよね。この丘っていうのはなんかまあすごくすごくサブテキストなんだけど、僕にとっての舞台、演劇、芝居みたいなことなんですよね。なんかすごく遠くて近くて切なくて儚くて、いつでもそばにあるようにやって、いつでも触れるようであって、でも自然にあるがままで、手招きしてくれる時もあれば、そっぽ向いてるだけの時もあって、でもなんだろう、近くて遠くて怖くてでも愛おしくてみたいな、なんかそういうなんか僕にとっての場所、核になるもの、僕の人間としての核がこのアザリの丘っていうものに詰め込んだつもりではいるんですけど、もうね、毎日新曲だったからね、面白かったっすよ。僕は袖で見ながら、おお今日はこういう曲でいくかみたいなね。すごいんだから、もうこれをさ、新曲なんだから、毎日がバカじゃないのっていう話なんですよ。でもそれができるフォーマットを作った僕は、もうこれはねノーベル賞もらいたい本当に。っていうぐらい、あの今後やってきますよ、即興音楽舞踏劇は絶対やってきます。僕のスペシャリティとしてやってきます。これを発明した池田純也をもう後世ウィキペディアに載せてやると思いますよ。しまいましたね、すいません、ね、あの余ってるね音のところがあったんでね、そこに入ってみました、ね。
羊小屋の様子を見に行かないとってさ、そんな夜中にそんなわけある？ないよねっていうのもね、これね、なんで羊小屋行くんだよお前っていうさ、どうしたの、どうしてそんな明け方に羊小屋に行って。ただね、あのここのね羊ね、めっちゃ可愛いんですよ。ほんとたまんない、ほんとたまんない。これをね、このダンス隊の表現の全てだよね。なんかこの羊とか奴隷とかさ、なんていうの、その決して携帯模写をしているわけではない、なんだろう、まさにそのままをやっているわけではなくって、あのコロンって転がったりとか、角みたいなに見せかけた手でこうコツコツやったりとか、なんかでもここってそれもそうなんだけど、誰だって一言もこいつらが羊ですなんて一言も言ってないんだから、一言も言ってないのにみんながみんな羊だと思ったでしょ、でしょ、これですよ舞台表現の素晴らしさって。映像には決してできない、でも普通の本物の羊よりよっぽど可愛いだろ。あのね、知ってます、あの時に、ね、みんな袖にピョンピョンピョンってあの羊がはげてくんだけど、あれ各袖にみんないて、あの好きな羊をね、あのね、みんなあの迎え入れてね、よしよしよしってしてたんですよ。ですよね、あれをね、これが羊だなんて誰も一言も言ってないのに、全員が羊だと、羊だと思うというね、すごいでしょ。もうこれ胸張って言いますよ、すごいでしょって。そうね、爵位を剥奪されたって、だからあの文字面だけで言うとどんなひどいことなのかよく分かんないんだけどみたいな、この世界でのその爵位って一体何なんだろうみたいなものを、これすごく話しましたね。この世界のこのアメリアっていう王国の成り立ちとか、そのまあカーストであったりだとか、でもそれはまあごめん、ちょっとその本編から外れるけど、やっぱり自分はそのカーストっていうものを感じるところで生まれ育ってきたから、大阪のまあちょっとそのなんて言うんでしょうね、あのいわゆるちょっとオブラートに包むとしたらばよ、あの時代的に言えば死の交渉を得た秘密なんてね言うってね、でその得た秘密みたいな人たちが住む場所っていうのがあったんですよね、はい、そういう場所があったんですけど、まあその名残があるような街っていうのがありましてね、なんかそういうところで育った自分っていうのもありまして、そのでもそのでもやっぱりあるんですよ、そのカーストに対してのその抗いたい気持ちとか、なんか、うん、そうじゃねえだろって言いたいなんかところとか、うん、でもそれも決して美しいものではなくって、ただの憎しみだし、ただの、うん、なんだろう、強がりだし、かそういうなんか強大な大きなものに立ち向かうときに、果たしてちっぽけな自分が何をできるのか、何もできなくってっていうこともあって、そのカーストっていうものをこの作品の中に盛り込みたかったっていうのはすごくありましたね、はい、だからその奴隷とは何ぞやとか、そのあのエイリリケアッタウスが奴隷をどういうふうに見ているのか、そしてそこになぜか違和感を感じるテオであったり、元奴隷だったレオニアさんはもちろん一番分かってる、奴隷とは何ぞやをとするならば、うん、これってすごくいびつな関係になってしまうよねっていうところだったんですよね。